カウンセリングを非常に重視しています。患者さんはどうしても診療台の上では、自分の言いたいことが言えなかったり、実際50-50の、コミュニケーションが取れない場合が多いので、診療室ではなくってそういう専任のスタッフが、専任の場所で、患者様がどういうことを望んでいらっしゃるのか、もしくは、どういうふうにしていくべきなのか、そういう治療方針も、しっかりと、ツールを使いながら、その方その方に合わせた、ご提案をするようにしています。まあ、その最初に歯科医院に来られた時に、しっかりとその方が望んでいらっしゃることを聞くこと、これは非常に大事だと思います。そして、実際どういうふうに自分が治療を受けていくのか、その、治療方針についても、医院側から、一方的に伝えられるのではなくって、お互い二人三脚で、どういうふうにしていくのか、でその人が望むことを取り入れながら、治療を進めていくようにしています。そのことがその人自身がですね、継続して歯科医療を受けて、中断しない、そしてちゃんと治療が終了するところまで、サポートできるようにですね、しっかり最初に話を聞くことを求めています。